皆さんこんにちは佐藤大輔です佐藤のラジオ第628回よろしくお願いしますはい今回は2023明治安田生命 J1 リーグ第20節名古屋グランパス対横浜 F マリノスの一戦について感想を話していきたいと思います試合は7月8日土曜日18時トヨタスタジアムで行われました はい、で、まずグランパススターティングイレブンなんですが、ゴールキーパー、ランゲラックス選手、ディフェンダー右から藤井選手、中谷選手、川面選手、ウイングバック右に泉選手、左に森下選手、ボランチは稲垣選手、米本選手、トップ下はマテウス選手、ツートップはユンカー選手、永井選手という11名となりました。ボラランンンン、チのとととこころ、ろ米本選手はは、予定通りススタメ復帰いうでで、したね。ディフェイ今日まあ、 というか、今日もですかね、川面選手がスタメンでということですね、まあ、前節の,あのプレー内容であったり、まあ、野上選手の状況ということもあって、川面選手のスタメンなのかなというふうに思っておりました。で、ベンチを見てみると、酒井選手、ベンチ復帰というところで、まあ、負傷者が、ね、戻ってきたのは心強いかなというふうに思います。 はい、で、試合を振り返っていきたいんですが、まずは前半ですね、で、前半、立ち上がりグランパス、非常にいい入りをしたのかなというふうに思います、しっかり準備をしてきた守備で、相手、はめ込んであの、グランパスペースの立ち上がりだったのかなというふうに思います、で、そのペースのまま前半8分、グランパス先制、長井選手ですね、長井選手、シュートが相手ディフェンダーに当たって、まあ、ゴールに吸い込まれるというところで、あの非常にいい、最高のゲームの入り をすることができたということだったんですがなかなかいい時間は続かずという感じでそこから徐々にペースは F ・マリノスへという感じで28分35分に立て続けに失点をしてしまうということですね、まあ、まさかという感じですけれども前半のうちに逆転を許すというところですねで1失点目28分の失点は、まあ、グランパスセットプレーからの流れということもあって ディフェンスライン、中谷選手がマテウス選手のシュートに詰めていたように、ディフェンスラインが上がっているというところでのリスク管理のところでやられてしまったという感じですね。で、さらに35分の失点、まあ、グランパス、人はしっかりいたんですが、なぜか足が止まってしまっていてという感じでね、非常に悔やまれると。 といいいううもったたいないなというようなよ失点でしたでさらに前半37分ですかね、米本選手アウト、内田選手インということで、まあ、米本選手アクシデントですかね、ちょっとあの足をひねって、あのー、しまっていたような状況があり、まあ、ただ代わりに入る内田選手ですね、前節ボランチもやって、いいプレーしていたので、まあ、大丈夫かなというところでした。で前半は1対でで終了とということで ででしたねでまあ、前半45分ハーフで2失点してしまうというのは少し予想外の展開でしたねただやはり F ・マリノス強力な攻撃陣というところでまあ、ただねまだ1点差というところでね後半とにかくまずは追いつきたいなというところかなと思って見ておりました。 はいで後半なんですが後半開始点で選手交代はなしと後半早々にグランパス追いつきました後半2分ユンカー選手のゴールで同点に追いついてくれましたでこれ前線でねあの相手にプレスをかけてボール 奪いでマテウス選手の素晴らしいアシストからユンカー選手しっかり決めきるということで早々に追いつけたことでまたねグランパス一気に勢い出たかなというところでしたで後半19分にはグランパス決定機ね永井選手から泉選手クロスというところだったんですが少しだけタイミングボール合わず決めきれずというところでしたね本当に最後、決めるだけという状況だったんですけれども惜しかったですね。 で、後半33分、永井選手アウト、酒井選手イン、ユンカー選手アウト、木田選手インと、で、この2人がね、本当に運動量、プレー強度豊富に。あのー に活躍をししてくれたたかなとというところで,したで後半40分にはね酒井選手、抜け出してで最後、マテウス選手がゴールネットを揺らすんですが、まあ、惜しくもオフサイドの判定というところですね酒、まあ、井選手の上半身ですかね若干、あのー、出ていたということで、まあ、惜しくも勝ち越しゴール認められずというところ。 でしたね、でそのほかも酒井選手のクロスに木田選手が飛び込んだりという惜しいチャンスもあったんですが追加点、勝ち越しゴールを奪うことはできずということで後半1対0トータルスコア2対2で引き分けということになりました、はい、でこの試合の感想なんですが、まあ、先制しながらも前半のうちに逆転されてしまって、まあ、ちょっと難しいゲームになったかなと思ったんですが。 後半はねあの開始早々に同点に追いつくことができてそこから、あのー、何度か、ね、あの相手ゴールに迫るいいチャンスも作れていたので、まあ、その分、悔しさも残るドローゲームだったかなというふうには率直に思います。まあ 悔しさも残るんですが、まあ、とはいえやっぱりエフマリノスはあのー、強いな、さすが首位チームだなというところで、特に攻撃は本当に強烈でしたし、あのー、本当に怖さのある攻撃陣だったというふうに思います。で、まあ、前半ね、2失点してしまったことで、まあ、勝つ可能性というのは、まあ、やっぱり低くなってしまったのかなというふうには思います。まあ、そこからよく追いついつてね、で もう一歩で勝ち越しゴール奪いそうというチャンスを作れたというところは、まあ、これはこれでまた一つ事実だと思うので、まあ、グランパスのまあ力なのかなというふうには思います。で、まあ、後半ね、いい戦いできていただけに、やっぱり前半の2失点というのは悔やまれるかなというところですね。で 前半、せっかくいい入りができて先制点も奪えてというところだったんですけれどもそこからねうまくゲームコントロールできなかったと言いますかまあ、F ・マリノスの力を見せつけられたというところもあったのかなというふうに思います。でまあ、1試点目相手ゴールキーパーのフィード1本でやられてしまったというところで。まあ あの場面マテス選手のシュートで詰めていたのは中谷選手ということで、まあ、これあのセットプレーからの流れで中谷選手、前線にいたと思うんですけれども、まあ、そこのリスク管理というところがもう少しあのできていれば、まあ、あのもう少し対応できたのかなというようなところかなと思いますし、まあ、2失点目に関してもあのグランパス人は揃っていたと人数は十分いたのかなというところ。 ですがあのボールウォッチャーのようになってしまってフリーでシュートを打たれてしまったというところで、まあ、2失点目に関してももう少し対応ができたのかなというところで、まあ、少し悔いの残る失点だったのかなというふうには思います。まあ、F マリノスの 攻撃陣、まあ試合前から脅威だ、脅威だとは思ってはいたんですけれども、改めて対峙してみると、本当にまさに脅威という感じで、あの中央、アンデルソン・ロペス選手だけではなくて、両ワイドがいて、ボランチの選手がいてというような感じで、本当にまあグランパスとしてもピンチ作られながら、ギリギリのところでしのいでいたというところもあって、で、まあなんとかね、1試点以内に抑えたいというところだったんですけれども、やっぱり、 わずかでも隙を見せるとやられてしまうんだぞというところを突きつけられたのかなというふうに思いますまあ、グランパスもねあの剣手というところを誇っていますけれどもまあ、守備の精度というところはまだまだ高められるんだぞというところをねあの突きつけられたというところもあるのかなというふうには思います でまあ2失点してしまって、まあ、残念なところ悔しいところはあったんですけれども、まあ、とはいえ今日本当にグランパスいいところもたくさんあったのかなというふうに思いますチーム全体としてね今日のゲーム何としても勝つんだというところであのしっかり準備してきたものを出せていたというふうに思いますしあの逆転一時は逆転されてもしっかりそこにね あのー、気持ち折れることなくしっかり同点ゴールを奪ってというところをさらに逆転するんだというところチーム全体の気持ちは非常に見えていましたし、まあ、個別の選手で見ていくとまずは 内田選手、ですね今日まあスクランブルというか、あの米本選手の怪我があって、緊急登板的に出場したんですけれども、まあ、やっぱり内田選手、足元の技術がしっかりしているということもあるのと、運動量もあって、しっかり守備強度もあるというところで、あの中央でよく顔を出して、ボールを受けて、さばいたり、で状況によっては相手1枚剥がして、前を向いたり。も してボールを持ち出すみたいなプレーをしてくれていてあ本当に内田選手が入って中央ボール落ち着きどころができたのでうまくグランパスボール運べるというかねグランパスがボールを保持する時間が作れていたのかなというふうに思います。で後半 ゴールキックからつなぐ回数があのかなり増えていたと思うんですけれども、あれもやっぱり、ね、内田選手が中央でしっかりボール保持できる、多少相手ついてきても、あの慌てることなくボールを持てるということがあるので、でまあ、奪われないのでねあの、プレー選択も的確というところで、まあ、内田選手が入っていたからこそ、相手いたプレー選択もできていたのかなというふうに思います。であの そうやって後ろでさばくだけではなくてゴール前に出ていって攻撃に絡んだりで特には、ね、後半最後の方だったと思うんですけれどもプレスかけて相手ボールを奪ってでチャンスにつなぐというところも。 ありましたし、た本当に、あのー、後半、非常にグランパスいい出来だったのは内田選手がボランチのところで聞いていたというのは間違いなく1つの要因だったのかなと思います。で、まあ、内田選手、これだけできるとなってくると稲垣選手、米本選手の、まあ、不動ともいえるスタメンに割って入るような状況も十分に考えられるのかなと思います。で、まあ、何もこの2人と競争するだけではなくてね、まあ、共存というか、3、まあ、ボランチということも。 十分に考えられるというふうに思いますし、まあ、対戦相手であったりチーム状況によっては内田選手の,あのボランチというのはあの非常に大きなオプションというものになったのかなというふうに思います。 はいで、そして酒井選手と木田選手の両名ですね。2人とも今日非常に良かったんじゃないのかなと思います。まあ、ユンカー選手と永井選手と交代ではいまあ、得点欲しい状況だったので、まあ、この2人下げちゃって大丈夫かなと？とまあ、一瞬思ったんですけれども。今日は本当にね。2人とも。 いいプレーしてくれたといいう,うに思いますプレー強度も高かったですし、まあ、前線でボールを追いかけるだけではなくてねやっぱり攻撃のところでもチャンスしっかり作ってくれてあわや勝ち越しゴールというシーンを何度も作ってくれたというところですね、まあ、ゴール決めきってくれたら最高だったんですけれども、まあ、ゴールはやっぱり、ね、入る、入らないっていうのはいろいろな要素もあると思うのでチャンスを、ね、あれだけ作ってくれたというのは本当に頼もしいかなという,ふうに思います。 でまあ、やっぱりね、今日みたいなタフなコンディションで、あのー、フレッシュな2人が、あのー、入ってきて、最前線でしっかり運動量も豊富で走り回ってくれて、勝ちチャンスも作ってくれるということになると、やっぱりチームとしてはかなり疲労感もあった中で、大いにチームの助けになったというふうに思います。でまあ、求められてていたプレーしっかり出せてで、まあ、今日も、ね、本当に 気温も湿度も高く厳しい状況だったと思うんですが、まあ、今後はこういう状況が当然増えてくるもっと気温も上がってくるという中で、まあ、あの前線も、ね、あのみんながみんな90分出場しきるというのは現実的ではないのでこうやって酒井選手、木田選手が途中から入ってあのいいプレーをしてくれたというのはチームにとって今後大きなプラスになるのかなというふうに 思いますでまあ木田選手酒井選手両選手にとっても今後夏の補強でまあ前田選手中島選手というまあ前線補強がもう決まっていますので今ここでしっかりとね自分のあのー、価値というかねアピールしておくことが 非常にに大切だというふうに思いう思ますしでここにまたあの新たな、ね、選手が入ってきた時に、あのー、選手層高まって競争っていうのは激化していくと思うんですけれどもそれがやっぱり、あのー、チームにとってはねあのチーム力を高めていくことになると思いますしまあやっぱりかなり 厳しいあのコンディション的に厳しい試合も出てくると思うので、まあ、いろんな選手がいるということは非常に大切、もっともっとあの早めの交代とかも考えられるのかなというふうになってくると思いますので、まあ、そういった意味で言うと今日、酒井選手と木田選手というのはしっかりと、ね、監督の信頼をあの深める試合になったのかなと思いますしチームにとってもこの2人の活躍というのは大きいかなというふうに思います。 はい、で、まあ全体の感想でいうとまあやっぱり F ・マリノスさすが首位チームという感じでしたかね、まあやっぱりあのー、強かったと思います、脅威でしたね。で、特に前半逆転されてしまっ だというかねあの辺りの時間帯はかなりまあ押し込まれていて攻撃されていてもこれはちょっと厳しいかなというふうに思っていたんですけれども後半ねしっかりと同点に追いついてさらにねあのチャンス多く作ったというのはやっぱり強いチームに対してあれだけ できた主位チームに対してあれだけできるんだというところはねグランパスもあのー、遜色なく戦える部分もあったんだとまあ、もちろんねあのー、課題の部分もあったと思うんですけれどもまあ、あの今後に向けてポジティブな部分も非常に多いゲームだったかなというふうに思います。で結果をを見てもやっぱり今日勝ち点差を追うあのー、ゲーム とというところで、負けてしまうと本当に厳しくなるところだったと思います。ちょっと背中がね、かなり遠のいてしまうような状況だったんですけれども、な、ま、ん、あ、とか引き分けることができて勝ち点差を広げられなかったと、勝ち点差4のままというところなので、な、ま、ん、あ、とかね、まずは3以内にあのというところはあると思うんですけれども、まあ、これでね、まだまだあのついていけるぞと最低限の結果は出せたかなというふうに思います。で今後ね、また、 1いい試,合いい試合、しっかり目の前の試合勝ち点3をねもぎ取っていって上位争いであったり首位争いというのに食らいついていってほしいですねでも最終盤に行った時にねしっかりとあのー、タイトル狙える位置にいてあのー、というようなねあのー、ところまでしっかり食らいついていってほしいなというふうには思います。でままあ、何度もも言ってますけれども今日本当にね チャンスはあったというふうに思います。かつ可能性もあったゲームだというふうに思いますし、まあその分悔しさもあるゲームではあるんですけれども、周囲の F マリノスに対してしっかりと戦ってくれた。特に本当にね、チームは本当に非常によく戦ってくれていたと思います。最後の最後までね、勝ち点さんを狙ってよく走って体を張ってあのー、チャンスを作ってというところで本当にいい。 戦いを見せてくれたという,ふうに思いますし、見ているこちらもねあのドキドキハラハラじゃないですけれども本当に力の入る非常にいいゲームを見せてくれたかなというふうに思いますまあだからねあの残念ではあるんですけれどもチームとしては本当によく頑張ってくれたなとあのよくやってくれたぞというねぎらいの言葉をねあの送りたいなというところでは あります。またね、ここからね、しっかり勝ち点を積み重ねていって、まあ本当に上位争い続けていってほしいなという風うに思います。実戦以降にも期待したいです。はい、で、次戦以降の予定なんですが、来週水曜日に天皇杯が あるということで12日水曜日、天皇杯ベガルタ仙台戦 CS アセット港サッカー場で行われるということですね。で、リーグ戦は16日日曜日アウェー京都3階 FC 戦ということですね。で、水曜日、天皇杯があるので、まあ、どのようなメンバーで行くのかなというところで、当然、ある程度のメンバーの入れ替えはあるのかなと。 思いますがやっぱり手の入り負けたら終わりベガルタ仙台戦というところでそこまでなんて言うんでしょうすべての選手11名入れ替えてというような戦い方はしないのではないのかなというふうに思うので、まあ、どのぐらいのメンバーで臨むのかなというところは注目かなというふうに思いますしまあやっぱり リーグ戦ですよね、今日引き分けて、だからこそ次のアウェー京都戦が非常に大切になってくるとここでまたね、勝ち点んをしっかり取ってまた上位に食らいついていくぞという戦いを見せてほしいなというところですからね、天皇杯もリーグ戦もね、来週グランパスの勝利、連勝に期待したいなというふうに思います。 はい、そんなところでサトンラジオ第628回、今回はこの辺りで失礼したいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは失礼いたします。